はいと、さてとね、まあ、何事もなく大和八木までやってきましたね。ということで、ここから私は吉野方面に向かってくるというんでね、まあ、ただ乗り換えにはだいぶ時間があると、ね、正直言って普通でしたりと思うんですよね。まあ、ただ、乗り換えのね、兼ね合いとかもありますんで、乗り継ぎの兼ね合いがあるんでね、特急を使うというふうにさせてもらっております。ここは灰原駅の区間に、こっちは来たか、こっちは京都駅だ、向こうの方からかね。大和八木はね、かなり独特な特地。これで大阪線のホームがね、スーッと東西に走っとって、この真下、真下の方に柏原神宮とか、ね、京都の方にね、ここに案内出てるんですね。こっち側は柏原神宮ですね。直角で、立体交差してるとなかなかないですよね。ルートまんまにドーンと、こんな感じで駅があるんですね。で、下を下で上に行く、ね、方面の案内が出るんですね。トイレ借りて、せっかくなんでね、大和八木駅でフライト見てこうじゃないかというところですね。はい、さあ、せっかくですかね。これすると阪神の連絡運賃がプラスで、運賃連絡運賃のやつが出てるんですよ。調べたんですけど、これ券売機のやつは特急券と乗車券は発生地直下一緒のやつしか買えないんですよ。名前取ると買えないんですね。それすみませんでしたね。まあ、なんか昔ながらの感じも残ってるね、感じの、ね、駅じゃないですか。まあ、30分ありますんでね、時間が、せっかくなんで、きれいフライトを見て、軽く5分も食えたら、くっついた方がいいかもしれませんね。もう言うてね、11時半ですからね、天皇陛下のやっぱ長田に入ると一気に本サービスになるというですね、こっちの方に来ると一気に、中で入ってもだいぶ、中でもだいぶね、関西の方のあれになりますけど。こんなところ、ジュー、マロリー、そうです。さすがにでも30分では行くとくっていうのに実は違うんですね。で、ここは確かこれが有名ですね。これは新宮行った時にね、急に新宮行った時に撮ってましたけど、この奈良の大和八木からね、新宮まで普通のバスが、路線バスが出とるっていうんですよね。すごいですよね。ちなみにリムジンバスも出てるんですね。どこのリムジンバスだこれ、エアポートリムジンバスってなっとるけど、どこのエアポート行くの。ここなんか行ってこんな空港なんかありましたっけ。ならば空港ないですよね。伊丹かあっちの方まで行くんでしょうかね、関空か。まあ、この辺りなんかね、昔ながらの会場に残ってますけど、観光トイレなんてあるんですね。あ、結構綺麗そうですね。あ、この辺り、飛鳥観光の案内出てるんですね。そう、この辺りわかるようにね、もう歩いたっていうぐらいの距離ですからね。まあまあ、もうね、一応特急券がね、そうなんですよね。逆にここ普通列車で移動すると、高くなっちゃうんですよね。乗り継ぎが効かなくて、まあ、これはこれでね、まあ、こういう問題が起こるのはここぐらいでしょうけどね。ちなみにローソンの緯度がちょっと違うっていうのが奈良なんですよね。奈良はちょっと濃いですよね。まあ、いろいろとありますね。駅は15分110円、なんか15分110円よりも高いんですけど、よくわからんけど、うちの店ないんで、まあまあやっぱ値段は
朝からですね、それだけで来ました。あ、島風か、一つ。あれ、あんなところに島風じゃないですか。オリアントを取っときゃよかったですね。島風来てたんですね。そっか、島風は山手焼き止まりますもんね。しかしまあ、四日市市あんまり人のことは言えないとか言えですね。客とあの、センスは、なんか奈良県はなかなか和歌見ていますよね。四日市市には何を言うと言われそうですけどね。なんであれ、ゆるキャラは四日市で、鈴鹿役場のね、可愛いキャラクターで、ね、作ってくるのにね、なんで四日市は毎回毎回、ああ、言うね、なんだかなぁ、だね、なんだかなと思ってませんよ。日替わり定食。いいですね、820円。へぇ。5年前の私は、この感じが50年前ぐらいの感じのね、すごい。レトロな、すごいレトロな感じですね。なかなか名古屋でも最近ここまでレトロな感じなかなかないですからね。ミスドがあってでもいいけど、一つが入ってないね。参考なんだろうね。南北はいいんですよね。南北はいいんやけど、東西は分断されとるもんで、レザーだと思ってね。見てた、あ、鹿島か。近鉄不動産ね。近鉄八木駅名店街。中川タクシー。全然知りませんけどね。そうですね。あれでもいろんなタクシーがありますね。で、こっちがこっちがあれ、こっちがあれ。まあ、ね、レトロな感じじゃないですか。文久館。そうですね、あ、柿の葉寿司か、ラーメン屋さんもあってとんかつラーメンインパクトだな。もう一回ヤギには来ますからね。うどんなかなかいいもんね。やっぱうどん学割うどん結構学割って言われたらめっちゃ変わったな。結構喫茶店多いですね。野菜菓子粉、野菜を使ったかしら。まあ、いちごとかでしょうね。どうなんでしょう。結構ガチゴで野菜使ってたりするんでしょう。前菜レトロな感じ。そうですね、いろいろありますね。肉屋さんもあるね。さすがに明日行ってもやったよね。まあここで連絡するのもやったと。レトロなもんが回ってますけど、それとかここが近鉄百貨店ね。ということでね、近鉄百貨店ですね。なるほどなるほど、こういう行動なんですね。言うとる間にも産経中日新聞とか産経新聞に変わるんですね。やっぱデイリースポットもあるんですね。大阪来た感じになってきまして、ね、1日目の昼間から昼になる前からだいぶ使い倒してますけど、まあ、メモリーさんもここにあったんで、柿の外しというとこのメモリーさんのところも欲しいんですよね。あの柏原神宮前にあるんで、ね、そこで買っとくかなと思ってますけど、よし、ちょっと柿の葉寿司でも見ていきましょうか。さあ、時間もあったんですけど、ひらむねさんかな。あ、ひらそうさんって思うんや。失礼しますね。で柿の葉寿司買ってきましたよ。あれですね、サバと鮭ね、よくあるサバと鮭と、アナゴってのがあるみたいなんで、ちょっとね、あとね、また冷やかけて食べたと思いますよ。もう一回返させてもらえばね、こういうのね、出入りができるのもいいですね、フリーキックは。よっしゃ。
5番乗り場に吉野連絡橿原神宮前行き特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は橿原神宮前まで止まりません。吉野連絡